し起きとっても寝とるふりしてな。心配になる時があるから、ちょっと踏んで柔らかくしてあげよう。ほら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 、柔らかくなったかな。頭の中から見てて、たまに危なっかしい時があるから心配なんだよな。結構繊細な子だから、いつも頭の中がぐらぐら揺れててバランス取りにくいから、こうやって寝てる間にしてあげよう。怖くあるか知らんけど、このウロは広いな。趣味の部屋だ。この部屋は趣味がたくさんある人は広いし、趣味がない人でも実はまだ気づいてない小さい部屋があることがあるから、入ると楽しいんだよな。なるほどね、こういう趣味があるんだ。
趣味の部屋もなんか柔らかい、なんて言ったらいいんだろうな、これ硬すぎない柔らかさ、ちょうどいいね。歩くの楽しい。よし、次の部屋だ。話し合って解決した方がいいね。他の5色こっちはちょっと考えすぎなだけだね。消すろ。自己犠牲が強い人なのかな。
足がひっついて歩けない。ここここは沼だ。これ沼ってる人いるな。沼ってる相手はどこだ。顔見てやろうと。この子今まで何人も沼って、したけど抜け出せない。沼から抜け出せないってこういうことか。あら、こっちかな。好きなことがあるっていいことか。でもこっから早く抜け出さないと。俺は走り回りたいのに。後ろで何も見えない。ああ、ここはこの人の頭の中の余裕だね。余裕がなくて頭がいっぱいいっぱいの時は一回頭を空っぽにするのが大事だから。
最強じゃない。洗った方がいいかな。この子に二人分の金額で買ってって脳から指示を送って、毎回洗ってもらおうかな。あれでもそしたらこの子のお金使っちゃうか。住んでる人